大家好，我们是 Need Taiwan。 这次影片是北海道旅游七天六夜的第二集。这次行程着重在洞爷湖和札幌附近。上一部影片介绍了富良野、旭川和函馆的景点，还没看过的朋友也欢迎参考看看。ナイスショット。いいね。ナイスショット。夕日といい感じ。うわ。富士山だ。洞爺湖の旅館に来て、なんと富士山がここにあった。すごい。温泉が出てるんだね。えすごいね、ここ今日のサウナと温泉があるね。えすごい最強。これすごい最強。何個見待ち、めっちゃ並んでるね。え OK。 綺麗だね。足湯もあるよ。すごいね、この風景見えるよ。どうしよう、全部美味しそうな。すごいね、これ美味しそう。さっきのサーター焼き美味しそうだね。サーターもある。いいかな、2000円のやつ。150g でいいの？200g にする。200g にしちゃうか。もう来ないもん。アスパラだ。パパ。あ、これめちゃくちゃ乗ってる。本当に美味しい鮭だね。ね。ご飯全部食べる。いいね。柔らかすぎて。うん。食べちゃうよ。あ、新鮮な音、柔らかい。風がシュワーと流れて。いいな。食べたい。キウイ、バナナとか、いちごもあるし、バナナもある、桃とかみかんとかパイナップルとかめちゃくちゃある。ごちそうさまでした。これ、長に食べた、これみんなのプ。めちゃくちゃ美味しかった。私、ひもちゃんハンバーガー、ハンバーグの、鮭の方、めっちゃくちゃ美味しくて、あれ、方は絶対注文してくださいね。あと、お姉ちゃんの方は、なんだっけ、豚のステーキ、あれも注文して、あれも美味しくて、めちゃくちゃ肉の感じ出るから、肉が大好きなあれもおすすめですね。ね。あ、本当だ。なにこれ。なにこれ、台湾観客カラオケあるよ。パチンコじゃん。なんだこれ、マジでゲーセンじゃん。プリクラもあるよ。プリクラあるよ。やば、おマジで温泉入った、行く。あなたたち、これこれ洞爺観光ホテル、あなた予約してみんな褒めてた。いいね、めっちゃ昭和っぽい中身、レトロだね。あと温泉とサウナもあって、北海道の富士山も見えて、そう、いいね。うん、海の方に見えるの客室に予約した方がいいよ。花火もやってますよ。Yes。 北海道さん見えた。北海道の富士山だ。朝5時だけど、ね、こんなに明るい。5時になってない。お兄ちゃんが田舎へ帰るから。田舎へ帰る。
でっかいと。電話しな。バイバイ。でもなんかめちゃくちゃ綺麗見えるよ、ね、すごいよ、あっち全部見える。でも外からなら見えるから、うん、ちょっと見えるね。気持ちいいね、海と町と富士山が見える、うん、すごい、うん、まもなく左方向です。その先目的地。そうなの、うん、どこにあるの。うん、それを取ったら、あの洞爺湖観光亭の人は恋白恋人のクッキー1枚もらえるよ。恋人？え、うん、あの船、え、船なの、あれ船だね。お城じゃないの。船だね。こういう感じ、ビュッフェの感じだね。温泉蛋、うわ、豪華な朝ごはん。お父さんのお母さんのも、めっちゃすごいじゃん。いいね、ね、すごい。バイバイ。バイバイ。淡路島の星みたいな。ね。今地球見たけど。霧がすごかったんだよ途中。上行ったら見れるかな。わかんない、もう私空まで見えないよ。私雲の中に囲まれてる。ねえ、これ何も見えないよ、マジで。月見岬というところで、すごいよ、うん、3つの1位もらってて、うん、まず北海道の自然百選、うん、第1位、うん、あなたが選ぶ北海道平成地、うん、第1位、うん、新日本観光地100選、新日本ヤングカップル部門第1位。ヤング、さらにこれは昭和62年のもうオールドややばいよね。ヤングじゃねえよ。62年以降もうない、うん、ここが丸いんだって。うわ、これ絶対綺麗。何も見えねえじゃん。本当だとさ、ここさ、海岸線、うん、丸いのかな。そういう感じで、ここは地球が丸く見えるらしいよ、うん、ここまで。本当だとね、天気いい、よかったね。どうしよう。ヤングカップルがおすすめしたのに。晴れた日にはね、遠いとこにある岬とかも見れて、うん、しかもイルカもピョンって出るらしい。え、すごい。でも昭和62年の話だから、わかんない今は。晴れたらこんな感じ。そうそう、あの見えないと思うんで、これ写真撮っとくの大正解だよ。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。霧も見れて晴れも見れてよかったね。私だとここ霧がよく出てくるから、まあ、こういう感じもあるけど、まあ、霧やる時もロマンチックだよ。無理だよ。行こう。ここで走ってたら特急台ね。すごい。人多いなと思ったら。ね。今日のホテル。ANA ホリデーインだ。わあ、綺麗よ。ね。テレビを閉じてるよ。カツキ今ガソリン入れてくれる。後で電車から返すんだよ。綺麗。
若草を一つください。はい、おはぎではさ、あんこが米を包んでるの、あの和菓子よ、結構好き。うん、あ、そういう感じだ。豆豆米だ。いいね、大好き。ずんだ餅めっちゃ米粒が入ってる。うん、トリトンね、さっき店に行って、うん、チェーンを取って遊んで、うん、また来た。そう、やっぱそのサーモン行きたいよね。うん、ナンバーワン。いいね、わさびあり。うん、うん、はい、はい、おいしそう。わー、でっか。うわ、入ってない。でっか。あとね。本当だよ。ハズも入ってない。サーモンがめちゃくちゃ美味しくて、口に溶けるほど柔らかい、美味しい。さすが人気ナンバーワン。炙り塩サーモン。チカチカ、チクチク。チクチク。これマジでね。ワクワクするね。ワクワクする。どこの子だよ。どこの子を閉めて。なにこのマジで。こういう感じ。クラゲみたい。クラゲみたい。透明度が。いくよ。うん。どっち。美味しいか美味しくない。クラみたいだよ。なんか複雑なのに。便利な言葉だね。ん？酒の味がする。イクラより柔らかい。うん、簡単に食べれる。うん。あ、違う。イクラ似てるけど、なんかわかんないよね。イクラプラス何の感じよね。酒。あ、そういう感じ？急にさ、食べました。3500円。安っ。これもめちゃくちゃ美味しくて、本当にさ、シャリ値段がでかくて、シャリよりでかいの特徴で、であって、めちゃくちゃ美味しかった。さらに、なんか、すぐ食べるの方が分かってた。テイクアウトでできる。さらに注文して、まあ、あの座って注文すると同じくらいで、注文してな、あのレーンからもらってきて、それを取って、でテイクアウトして詰めて、自分で詰めて、でそれでお会計する。なんかあれよ、待ち時間ゼロ。おすすめ。いった、これこれ。札幌ビール博物館の札幌ビール園だ。あっちあるよ、行く。わあ、すっごく綺麗。さらになんかいい匂いするんだね。ジンギスカンが売ってるらしい。あ、マジで？ジンギスカンとビール。最強じゃん。見学面白かった。イエーイ。なんか無料プレゼントだ。え、欲しい。よく観光地です、うん、写真撮ってもらって一つもらえるやつ。そう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 、私たちいつも撮りました。そうそうそう。この札幌ビールの博物館とか全体的にすごく歴史的な建物で本当にすごい。中もおしゃれでビールも飲めて最高。見学もできて、ビールどうやって美味しく作れるとかあるもん全部説明してくれる。さらにあの日本語だけじゃなくて結構中国語の説明設置してるよ。優しいね。外国の方にもねおすすめ。そう、さらに見学無料です。すごい、バスに乗ったね。すごい気も取れる。ラーメン横丁あるね、すごいよ。家の近くね、ホテルすぐあっちで。お腹減るな、こういいね、すごくない？いい感じ。うん、いいね、いいね、いいと思う。
そうなの、あそこ、ここか、すごい、2回3回で分かれてる、ね、すごい、どうなってる、あ、すごい、やば、なんだこれ、すごい。どれにしようかな。季節はこういうかな。桜だけじゃないか、すごい、来て、あー見ちゃった、あーかわいい、ありがとうございます、はい、すごい、桜が来るとしてるじゃん、桜が来るとしてる、私たちのパフェの周りをくるくるしてる、やばいよ、頼んだピスタチオのやつはさ、店の一番人気、ピスタチオのアイスがめちゃくちゃうまかった、キャラメルも美味しくて濃厚で大人の味だった、あとあのテーブルがすごく楽しめるからさ、写真インスタ映えもどんどん撮っても全然構わないような感じ ね、おすすめです。で、1点注意のはめちゃくちゃ強烈なのかな、締めかパフェは早めに締めパフェしよう、私たちは大体7時半くらいに行った、そうちょっと待ってからもうすぐ入るの感じね、ラッキーでした、何他とグッズ、なんか音が鳴るじゃん、帽子取れるって、あの、あ、これあるじゃんエレベーター ね、いいね、いいね、有名な交差点だね、わー、ドーナツや、わー、物いっぱいや、月野で有名な欅という味噌ラーメン屋さんのカップラーメン、並ぶとめちゃくちゃ混んでるから今日のこれで我慢、これは夜食です、うん、うまそう、夜10時半で食べるラーメンはうまいな。今天的影片大家觉得如何？台湾家人回台后，我们继续在北海道玩两天，最后两天我们会分享札幌的五字架玩法，每个景点美食都是搭交通工具就能轻松抵达，今后也会继续分享日本和台湾旅游资讯，有兴趣的朋友欢迎订阅我们的频道，拜拜。